皆さんこんにちは、ボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。今回はスタッドレスタイヤのレビューなんですが、いつも私が履いてるスタッドレスがこちらです。ブリヂストンのブリザック、これを履いていて、今年もこのブリザックを履く予定だったんですが、実は4本買って準備はしていたんですがやめました。というのも、この今履いてるこのスタッドレスタイヤ、実はこれもですね、つい最近履いたばっかりなんです。マックストレック、私も初めて聞いたんですが、中国の、タイヤメーカーらしいんですけど、なんとこれがですね、1本送料込み税込みで1万2000円で売ってたので、ちょっと買ってみました。で、どんな感じかですね、これから、市街地、高速、雪道を走ってちょっと検証してみたいと思います。ただですね、ちょっと気になったのが、この高さがブリザックに比べて、こっちのマックストレックはですね、ちょっと浅いような感じなんですよね。もちろん新品には間違いないんです。まあ、ここを見ていただけると分かると思いますけど、まだ ほとんど走ってないので、コンパウンドもちょっと硬いような感じもするんですけど、まあちょっとこれはですね、走ってみないことには何とも言えませんので、まあどんなもんか。前から中国製のタイヤというのは実は気にはなってたんですけど、まあせっかくなので2年ぐらい持てばいいかなということで、今からさまざまな走行をしてみたいと思います。今国道4号線を走っています。スピードは今60キロなんですけど、ロードノイズはブリヂストンに比べたらちょっと大きいですね。ただ、この車もともとロードノイズが大きい車というか、デフノイズが結構大きいので、まあ、さほど気にならないです。その夏タイヤブリヂストンのオールテレーンと比べたら全然静かです。やっぱり横浜もブリヂストンもそうですけど、オールテレーンはやっぱりうるさいですよね、ノイズが出ると。マットテレーンになるともっとうるさくなると思います。音的にはそんなに気にならないんですけど、ショックというか、やっぱりコンパウンドが硬いせいがあるのか、ちょっと突き上げ感はブリヂストンのブリザックに比べるとありますね。明らかに、まあ、コンパウンドが硬いんだろうなっていう感じはします。まあでも1本1万送料込みで1本 1万2000円ですから、そうですね、まあ2シーズン持ってくれればもう全然いいと思います。ブリザックが新品で買うと、いくらしたんだっけな、まあ4本買うと10万円はしますね、間違いなく。でそれに工賃入れたらやっぱ12万弱になっちゃいますので、相当大きい出費になります。はい、それでは今から、高速道路に乗ります。果たしてどういう感じかですね。ブリザックは高速に乗っても全然静かでした。夏はですね、夏はデューラー AT ですか、
らまで上げてみたいと思います。はい、今100キロになりました。やはり大きいですね。ブリヂストンに比べたらやっぱりロードノイズ大きいです。ちょっと夏タイヤみたいな音出しますね。ただハンドリングはそんなに悪くなさそうですね。今ぴったり100キロですけど全然大丈夫です。ちょっと走るともう雪が積もってます。で、雪道走行を今やってるんですけど、4駆にしてあります。というのもブリヂストのタイヤでも、この車車体が非常に重いので4駆にしておかないと全然走んないです。で、これは横浜タイヤでもブリヂストでも同じです。でもなんか雪が所々っていった感じですかね。この辺りからアスファルトが見えなくなってきました。今スピードがだいたい40キロ弱、30から40キロの間で走ってますけど非常にいい感じです。今のところ何の問題もなく、ガンガン走ってくれてます。例えばちょっとここで止まってみたいと思います。上り坂でカーブで1回止まります。で、ここからの再スタートがどうなるか。問題ないです。で、まっすぐで後ろも車いないのでちょっとブレーキ踏んでみますね。どういう感じかな。止まりますね。普通に全然大丈夫です。で、ちなみに今私これ四駆にしてあります。いくらブリヂストンとか横浜タイヤのいいやつを履いていたとしてもこの車四駆にしないと全然走れないです。危ねえな。下りになります。下りの方が怖いですよね。上りは結構勢いで上っちゃうんですけど下りはひとたび滑り出したらもう終わりです。で、特に私のこの車のように車体重量が3トン近い車、もう総重量が3トン近い車っていうのは一
ひとたび滑り出したらもうアウトです。さあどうでしょう、中国製スタッドレスタイヤ頑張ってくれ。まあでも全然滑るっていう感じはないので悪くないと思います。私の場合年間の走行距離がどうしても2万キロとか行っちゃうんです。あっちこっち行くので、でそのスタッドレスタイヤ履いてる、まあ、冬の時期もですね結構走ります。結構走ってほとんどがアスファルトの上を走ってる感じなので、まあ3シーズン目はもう厳しいんですね、すり減っちゃって。中国製タイヤがまあざっと見て4本で交換工賃を含めて5万円ちょっと、ブリヂストンが交換工賃を含めて10万円ちょっとなので、まあ半分ですよね。それでおおむね同じぐらいの性能を発揮してくれるのであればお買い得だと思います。5年も6年も履くわけではありませんので、まあそうですね、この今履いてるタイヤがすり減ったら一度 BS に戻ります。もう買ってありますので、その BS がすり減ったら、まあ中国製タイヤ買ってもいいかなっては思っております。3ヶ月もすると夏タイヤへの切り替えがあるので、夏タイヤちょっと中国製履くかな。今まではずっとブリヂストンのデューラー AT というオールテレーンのタイヤを履いてたんですけど、ちょっと中国製タイヤのあのマットテレーンが安く売ってたのでそれを履いてみようと思います。まあ3年持ってくれれば全然いいです。ということで結論としては、中国製タイヤは言うほど悪くないと、というのが私の結論でございました。では以上で中国製スタッドレスタイヤのレビューを終わりたいと思います。